ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回から、ネオジオングに搭載されるシナンジュの制作に入りたいと思います。で、前回までで、ネオジオングの、ブースターが完成して結構本体部分出来上がってきたんですけれども、こちらの、設計図通りに進めて、今回から真ん中の部分にこう搭載されるシナンジュの製作に入りたいと思います。で、こちらに切り出してあるのはシナンジュの、胸の部分、胴体部分のパーツになります。いつものように、積み入れやって艶消しスプレーをかけてウェザリングマスターで着色してというような手順で作ろうかなとは思うんですけれども、シナンジュといえばこの胸の部分とか、あとは手首の部分の、パーツですね。こちらに金色でこう模様が入るんですけども、ここをちょっと、どうしようかなとは思ってるんですね。貼るのはこういうステッカーですね。こういうステッカーシールを貼って、この部分の、模様の表現をやっていくんですけれども、でせっかく、かっこいい機体なんでですね、シナンジュってすごく、僕も好きな、モビルスーツなんですけれども、もうちょっとこう手間かけてやってみようかなと思うので、ここの胸の部分に関しては、塗装をしたいと思います。まずはこの、カラースプレーのゴールドですね、ラッカー系のスプレーでまずはこのパーツ全体をゴールドに着色して、でこの黒い部分をこちらの、エナメル塗料ですね、エナメル塗料のフラットブラックで、着色します。であとこの金色の部分だけをこの、エナメル溶剤ですね、エナメル溶剤を使ってこう黒い部分を落として下のこう金色の部分を露出させるっていうような手順で、ここの部分を処理していきたいと思います。今回のパーツでこのやり方で塗装するのがここと、あとはこの襟の部分というか、のこうちっちゃなパーツがあるんですけども、ここもそういった模様が入っているので、この胸の部分とこの襟の部分ですね、部分のパーツをまずは金色に着色したいと思います。シナンジュの、胸のパーツですね、ゴールドで塗装をしました。こんな感じになってます。結構ギラッとしてますよね。ゴールドは色が強いからなのかもしれないんですけども、スプレーでこうサッとやっただけなんですけども、こんくらいこう綺麗に色が入りますね。あまりにも綺麗に塗装ができたので、ちょっとこう上から塗るのもったいないんですけれども、こちらですね、エナメル塗料の、XF1 ですかね、フラットブラック、こちらの、艶消しの黒ですね、こちらで上から塗装したいと思います。それでは早速塗っていきたいと思います。